アドリ・ファンティヘレンは、オランダの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。ファンティヘレンは、1978年に、スパルタ・ロッテルダムで、選手経歴を開始した。FC フローニンゲンを経て1986年に、ベルギーの RSC アンデルレヒトへ移籍。アンデルレヒトでは、リーグ優勝2回、カップ優勝2回、1990年の UEFA カップウィーナーズカップ準優勝に貢献するなど、選手経歴を通じて最も多くの成功を収めた。1991年にオランダへ帰国し、PSV アイントホーフェンへ移籍。1995年に FC ドルトレヒトで現役を引退した。オランダ代表としては、1983年9月21日のベルギー戦で代表デビュー。1988年の UEFA 欧州選手権1988優勝。1990年の FIFA ワールドカップイタリア大会ベスト16進出。1992年の UEFA 欧州選手権1992準決勝進出に貢献した。1992年6月22日の欧州選手権準決勝、デンマーク戦を最後に代表から退くまで国際 A マッチ56試合に出場した。引退後は指導者の道へ進み、2005年6月にスパルタ・ロッテルダムの暫定監督に就任。5試合で指揮を取りクラブの一部リーグ昇格に導くと、監督を退き、同年7月からは、クラブのユースチームの監督を務めた。2006年4月にファンティヘレンはクラブと無期限契約を結んだ。2007年2月にダニー・ブリントテクニカルディレクターの指名によりトップチームのアシスタントコーチに昇格。2007年11月12日に成績不振により解任されたヘルト・アーンデビールに代わって12月18日まで暫定監督を務めた。その後、監督に就任したフーケボーイの下で、引き続きアシスタントコーチ務めている。ありがとうございます。